こちらが松井さんが寄せたメッセージ。お見舞いや現役時代の応援に対する感謝の言葉とともに、今度は私が被災された方々が力強く立ち上がり前を向かれていく姿を応援しなくてはいけない時だと感じていますなどと綴っています。その上で、今後は帰省した際に今回被災された方々と交流し、少しでも前向きな気持ちになっていただける機会を継続して作っていきたいとしています。なお、松井さんは巨人の宮崎キャンプに臨時コーチとして訪れることも明かしていて、宮崎で開かれる能登半島地震のチャリティー活動にも参加するということです。